皆さんこんにちは、みほりんです。いつも動画を見ていただき、歌も聴いていただきありがとうございます。今日はシリーズ番外編、待ってた G メン75パート23、第23弾をお送りいたします。はい、デアゴスティーニの DVD コレクションを元にしてお送りしております、このミホリンシリーズ番外編、待ってた G メン75なんですけれども、今回のパート23はその DVD コレクション76号から80号の5つ、各 DVD の中から一番いいやつを1つ選ぶ、いつものです。はい、早速参りましょう。はい、DVD76 号第226話、電話魔、電話魔。はい、227話、 G メン対香港の人食いドラ、人食いトラ、どっち。はい、最後のお話228話、 G メン対香港の人食いドラパート2、この3つでございます。香港空手シリーズがこの76号、 DVD76 号で入ってまいりました。はい、この中で私が一番に選びましたのは、最後のお話、第228話、G メン対香港の人食いドラ、パート2でございます。はい、香港空手シリーズはね、基本的にも大好きなんですよ。なのでちょっとこれまであんまり選んでこなかったのかなと思いますけどね、他のお話ももちろんいいのと、まあ、2回に続くのでね、ちょっと選びにくいというところがございましたが、今回はとっても選びやすかったです。この中ではね、要は香港空手シリーズの後半の方を選びました。この228話パート2、ポイント再会の嵐でございますね。うん、見た方は、うんうん、そうだったねって言ってくださると思いますけど、要は虎が出てくるんですよ。香港の人食いドラと言ってるだけあって、虎が出てくるんだけれども、なんだろう、生き別れた兄弟との再会と、その虎との再会っていうのがこのお話のポイントかなと思います。で、主役がですね、あ、ごめんなさい、島谷刑事、宮内博士さんがね演じる、島谷刑事が生き別れた弟と出会うわけですけれども、その弟を演じるのはジョニー大倉さんで、国彦という名前のね弟だということがわかるんですよ、このお話の中で。でね、ジョニー国彦になっちゃうんですけど、今頃になって兄貴と弟に会えるなんて。でもう一人潜入の麻薬捜査官がいて、それもね兄弟なんですよね。だから三兄弟という形になるんです。で、その弟達也を寝返らせたのがこのジョニー邦彦なんだけれども、でその弟を寝返らせたその口で、兄である島谷刑事に刑事を辞めるように脅迫する。びっくりすぎる展開でね、もはやこの後何があっても驚かないだろう私って書いてありますね。で、津川警部補も結局ね、捕まってね、虎檻に入れられちゃって、大変な大怪我をするわけです。その津川警部補とそのヘロインを交換しようっていう取引に なっていくんだけど、その取引シーンは、ロケーションといい、とてもね、いいんですよ。好きです、私、このお話の中で一番好きなシーンです。見どころなので見てください。
でも結局ね、島谷刑事は刑事としてもちろん動きました。はい。で、襲われた虎のね、夢にうなされる津川警部補の言葉で、虎の名前がシーザーだと分かり動揺する島谷刑事、なんとベトナム時代コトラを保護してシーザーと名付け、兄弟三人で育てたと。だからここでね、なんだよ、虎とも再会なのかって書いてあるんですけどね。再会の嵐なのよ、本当にこのお話。うん。で、弟の、ジョニー大倉さんのね、その弟を演じた達也が再び虎の檻に入れられちゃうんだけど、その、やっぱり一応弟なので、ジョニー大倉演じる邦彦がね、ボスに命乞いをするんだけどダメで、殺されちゃうわけですよ。シーザーの餌になっちゃったの、達也が。で、遺体となって兄島谷刑事と再会する羽目に、大変な展開なんですよ。弟の達也がもう虎にね、食い殺されちゃう、襲われて殺されちゃうね、うん。で、島谷刑事はコネクションのアジトへ向かうの、 G メンたちと一緒に。それで島谷刑事がなんと虎部屋へ直行。この直行の仕方見てください。面白かったです。シーザー大きくなったなってシーザーに語りかけちゃうんだけどね、島谷刑事。でも噛まれちゃうのよ。俺を忘れたのか。あの頃は楽しかったじゃないかって虎に言うんだけど、まあ分かりっこないわよね、シーザー。そこで、小さい頃シーザーと遊んだ時に吹いてた笛の音を聞かせたら、なんとなんとシーザーが聞き入っておとなしくなっちゃうんだけど、実際そうなの？動物って昔の記憶をたどったりするんですか？私ね、あんまり動物に縁がないんですよね、うん。なのにジョニー弟、鞭持ってシーザーに食い殺すように命令する。ところがシーザーが襲いかかったのはなんとジョニーの方だった。驚愕。シーザーはお兄ちゃんが好きだったのね、うん。まあ、あれまあって感じなんだけど。それでジョニー邦彦さん、シーザーと虎のシーザーと差し違えて絶命。まあ虎檻からは出られた島谷刑事なんですけれど、それを待っていたのがヤンさんとデカ男ね、あのコネクションの使い手ですね、うん。ヤンさんがめちゃくちゃ小さく見えるから、このでっかい男の人相当でかいのよね。でもこのデカ男さんね、目が優しくてね、悪役にはちょっとって感じです、うん。そしてね、思ったの、この再会の嵐はね、でもシーザー、トラとかジョニー、大倉さんも良かったし、宮内さんね、演じる島谷刑事も良かったんだけど、私が推してるヤンスエさんのボキジャキのね、出番がちょっと少なくてですね、もうちょっとね、ヤンさんの活躍が見たかった。これも書いてあります。ちょっともう少しヤンさんの活躍を見せてよ。活躍だってどっちの味方なのよ、わらって書いてありますけどね。でもね、ヤンさんもあっけなくやられちゃうんだよね、うん。で、ヤンさんがやられちゃった後にボスが出てくるの、どう見ても弱そうなボスなんだけど、コネクションのなんかいろいろとなんとか剣っていう剣法を見せてくれるんだけどさ、まあ、使い手なのかしらね、俳優のハン・インチェさん、もう少しね、この剣法見たかったですよ、うん。で、島谷刑事との戦いであっけなく死亡。ねえねえ、香港空手シリーズって書いてある。もうちょっと強い使い手とのね、その戦いをね、見たかった。特にヤンさん、次回はよろしくお願いしますね、うん。でもね、虎も含め名優たちが集まった香港ロケは見応え十分でしたけれど、てんてんてんね、ヤンさん引きですみません、本当にね、どっちの味方なんだ、うん。でもこれはね、本当にね、虎のシーザー演じたこの虎ちゃんにあっぱれでございます。はい。でも良かったのはヤンさんはあんまり見れなかったんだけど、まあ、ストーリーが、まあ、びっくり仰天がすごい、ここまでびっくり仰天で偶然が続くんだと思うけど、なんかそれがね、ちゃんと物語になってるところがすごいですよ、うん。面白かった。はい、せっかくなので他のお話も。最初のお話226は電話魔。これはね、ポイントはもういたずら電話、垂れ込み電話、この電話をかけてくるね、電話魔がいるんですけれど、まあ、津川警部補をね、もうその電話でね、とにかく振り回すわけですよ。西田健さんが演じております。
自分の情報通りに事件を起こして父兄に復讐したい男ってことだったんですね。途中からね、その電話の内容もちょっとねエロモードになったりしてですね、ちょっと調子乗っちゃってるなっていうところもあるんですけれども、昔は多かったですよね、あの家電にかかってくるエロいたずら電話、よく母が対応しておりました。特にパンツの色を聞かれていたみたいですってそんなことも思い出しましたけれどもね。で最後はあの公園の噴水の中で西田健さん演じるこの電話魔と津川警部補の死闘、危ないと思ったところにいつものように G メン登場、立花警部の銃弾一発。さあ電話魔の健さん死んじゃったのよね。あのちょっとこの父兄への恨み、なぜ恨んでいるのかっていう真相を聞くとね、ちょっとお気の毒です。うん、西田健さんの電話の声の演技にあっぱれでございます。うん、面白かったですよ、これも見てください。はい、真ん中のお話第227話 G メン対香港の人食いドラ、これ前半ですね。うん、このお話のポイント、とにかく虎って書いてある私とにかく虎かっこヤンさんの存在が霞むほど、本当にその通りでした。後半のお話ね、さっきしちゃいましたからあれですけど、とにかくあのコネクションの一味、香港コネクションの一味、グラサン姿のジョニー大倉さんがね、あとこれまた決まってましたね。うん、で本物の虎を実際に使っている、 CG じゃないですよ、ぬいぐるみでもないです、本物の虎だよね。どうやって撮影したのかな、すごいなって書いてあります。うん、でやっぱり香港空手シリーズで見たいのはもうヤンさんのボキジャキ姿とあの軽いステップとあのカンフーというかね戦いですよね。それを見たかったけどあんまり少なかったね。でジョニー大倉さんが猛獣使いだったりして、うん、で自分の弟であるね麻薬捜査官を買収しちゃうわけですよ。まあ、後半につながる、まあ、あの前半のね物語のところでしたけれども、とにかくね、宮内さんの、島谷刑事演じてる宮内博さんでいいんだよね、名前、お名前ね。アクションはさすがです。子供の頃見てました、青レンジャー。仮面ライダー V3、あとね、解決ズバッと。もうそうですよね、宮内さんですよね。もうほんと子供の頃よく見てたから、うん、さすがです。はい、というところの DVD76 話、最後のお話。第228話 G メン対香港の人食いドラパート2に決めています。 DVD77 号、第229話暴走トラック殺人ゲーム、真ん中のお話230話、零下50度からの逃亡者、最後のお話231話、危機一髪車椅子の女刑事、この3つのお話でございます。この DVD77 号で選びましたのは、私、最初のお話229話暴走トラック殺人ゲームでございます。はい、どんなお話だったのか、ポイント、大芝居、足は洗えないというところですね。まあ、出てくる面々がいいですよ。で島谷刑事が、あの宮内さん演じる島谷刑事が、あの新 G メンの初回なのね。はい、覚醒剤の密売ルートを追う G メンという伏線がある中で、あのトラックが暴走するんですよ。でね、とにかくこの物語でよくかかってる歌が牧村美恵子さんの道連れ、流行りましたよね。でこのトラックの運転手がシャブ中だったというところで、尾藤勲お兄さんが出てくるんだけども、これがあの覚醒剤の売人役で出てきます。売人の時松時を覚えやすい。でね、ポール・マキさんも出てきたりしてね、なかなかね、見どころ満載の、回ですよ。尾藤勲さんはね、歌手でもありますのでね、歌うまいです。道連れを歌いながら歩くシーンもございます。ほんと見どころ満載。ね、恋人のかよちゃんが働く食堂に出入りしております。勲お兄さんね、尾藤さん演じる時を、時松時を。うん。で、ここにね、この、食堂に津川警部補が従業員として潜入している。でそこに立花警部がちょいと顔貸せやとか言って入ってくるんですけどね、そういうあのやり取りも見ものです。で島谷刑事が時松を逮捕して暴力団事務所に乗り込むわけですよ。逮捕して
で組長の田中博さん、はい、こわもて常連ですね。取引を仕掛けていくわけです。でもこれが大芝居なんだけどね、うん、でも宮内さん決まってる、ほんとかっこいいわよ、見ててね、うん、あの島谷刑事が悪から金をもらう悪刑事、悪いデカを演じて密売ルートを暴いていくというお話なんですよ。で G メン部屋を空にする設定も面白い。そこでね、覚醒剤密売者名簿というのが黒木警視正のデスクから見つかるという設定、これ詳しくは見てください。でそれも面白いです。立花警部、ビルの屋上で出前を取って食べる、なんだかとっても楽しい回なんだけど、尾藤勲お兄さんが出てくるバッドエンドじゃありませんようにと願うばかりです。うん。でと売人時松に会うためにシャブ中のじいさんが食堂にご来店、シャブをくれって言うんだけど、それがねこのかよちゃんのお父さんだったりするっていうのもあるのよね。うん。はい、それを親父さんだよと知った時松、足を洗うことになるんですけれど、そんな、なんだろう、私子供心にも思ってた、あの暴力団とかヤクザさんが足を洗う時には、指を詰めるんだろうけど、そもそも足を洗うのって簡単にできるんですかって思ってたから、まあ、簡単にできないよねって、まあ、足を洗うことが許されずに殺されちゃうパターンなのかなと思ったら、いいよってあっけなく組長に言われて、足抜けが許されちゃうんだけど、簡単にいかないよね、消されるなと思っちゃうわけです。島谷刑事にボコされる、売人をやらないとほら解明されないじゃない、いろんなルートがってことかと思うんですけどね。で結局売人に逆戻りさせられちゃうんだけれども、まあ、とにかくね、島谷刑事が津川警部補にメモを渡すシーンとかね、楽しい見どころがとにかくありますので見てください。尾藤兄さんのね、無事を祈るばかりですよ。かよちゃんとね、北海道に行くなんて計画にもなります。なんとかかよちゃんとね、北海道に行かせてやりたいと祈る私。これだけ泳がせてさ、危険な目に合わせているのは G メンでもあるんだから、なんとか助けてよね。まあ、最終的にね、一番の黒幕は逮捕されたりして、時松も撃たれはしたものの逮捕されて、まあ、生きてるからね。彼を待つかよちゃんの元に向かう津川警部補の姿がラストシーンなんだけど、ちょっとね、尾藤兄さんお気の毒、ある意味バッドエンドだったんですよ、殺されなかったんだけど。とにかくね、この回はね、宮内さん演じる島谷刑事が G メンの一員としてのね、初回ですか、うん、とっても良かったですよ。とっても良かった、見てください、かっこいいのよ。やっぱりアクションはほら子供向けのね、アクションスターなわけじゃない、とってもかっこいいです、見てください、かっこいい、うん、ファッションも個性的な回でした。でこれね、ガイドブックを読んだら、第8話、ずいぶん昔よね、第8話、裸の街のリメイクとのこと、思い出せなかった私、すいません。はい、せっかくなので他のお話も、はい、真ん中の話、230話、零下50度からの逃亡者、これはね、ポイント亡命、東ヨーロッパのニコライ共和国から来たピアニストの苦労人、苦労人って言えば、苦労人とかけたのかしら、苦労人って名前。訳あって娘のジュリアのその心臓の手術のために日本に、まあ、演奏に来たけども半分亡命したいみたいなね、とこなんだけども、秘密警察付きで日本に来た、ようこそなんだけど、その妻はね、その娘の命のためになんとか日本へ亡命してって言ったわけよ。でもね、難しいわけ、結局日本への亡命っていうのが、亡命って私結局どういうことなのかなってことなんだけど、国を捨てるってことなのよね。じゃあ私がもし日本を捨てるってしたら、まあそういう状況がそもそも恐ろしいことなんだけど、やっぱりそう考えると大変なことですよね。亡命先、受け入れ先もね、なかなか決まらないのはしょうがないのかなと思いますけど、まあそんなことを思いながら見ていただくといい回かなと思います。うん。で最後は無事にね、親子はアメリカに亡命が決まって、アメリカに飛び立つジャンボジェットがラストシーンなんですけどね、いつも思いますよ、あんな重いものがなんでスーッと飛んでいくんでしょうか。飛行機嫌いなんですよ、私乗らないです絶対。はい、
で、このドラマの中で出てくるんだけど、亡命をしたとしたら残った妻が拷問を受けるシーンっていうのがあるんですけど、本当にそんなことになるの、亡命しちゃうと。それがちょっとハテナでございました。はい、知ってる方いたら教えてください。はい、で最後のお話、この231話、危機一髪車椅子の女刑事、これもね迷ったんですよね、1位に。ただこれは思い出すよね、車椅子の女刑事っていう回を。ただね、面白かったのはこれ、ポイント、セメント殺人事件、その小説がね出てくるんですよ。 あと指輪、うん、ちょっとね、あの雑誌に載せてもらえることになった漫画家の秋代、大喜び。ところが電話ボックスで現金の入ったカバンを見つけちゃうので、交番に持ってくんだけど、なんだか知んないけどおまわりさん忙しくって、交番で待ってりゃいいんだ。それで自宅に持ち帰っちゃうんだよね。もうこれがもういかん。持ち帰ったらだって泥棒になっちゃうじゃない、うん。まあ、その判断がそもそも甘かったよねとか思いますけどね、うん。まあ、ひどい展開になります。それで、まあ、同時進行でね、津川警部補もひき逃げに遭っちゃって、秋代のアパートのそばの病院に運ばれて入院。もう本当に車椅子の女刑事、響き刑事のね、うん、回を思い出しますよ。っていうか、ほぼほぼそっくりなんだけど。はい。で、同室の、おばあちゃん、うん、がね、また面白いんですよ。覗き魔なのね。でまあ、見てください、この物語、死体を隠すのにこんなに労力を使うんだったら、もう最初から警察に行って説明する方がいいよね。よかったんです。コンクリ詰めにして床下に隠すっていうね、ことを、その津川警部補が入院中に読んでるセメント殺人事件というのをかぶってくるわけです。はい。でね、結局のぞき魔の同室のおばあちゃんも殺されちゃうんだけど、秋代たちに。でコンクリ漬けにされちゃうんだけど、もう死後硬直でさ、ボンと出てくるわけですよ。そのセメントの中、まだ固まりきってないセメントの中から、おばちゃんのね指輪をした腕がボンと出てくるんですよ。そこも見もの。見て、はい、どんどん参りましょう。 DVD78 です。232話、幽霊殺人。いいね、幽霊殺人。はい、真ん中233話、金髪女性連続殺人事件。連続殺人事件ね、タイトルよくつきますね。はい、3つ目、234話、234だね、234話、女たちの拳銃泥棒。はい、この3つでございます。この中で私が選びましたのは最初のお話、第232話、幽霊殺人でございます。はい、どんなお話だったのか、ポイント、理不尽な恨み、ヤマトンチュー、沖縄の言葉らしいですね。この2つかなと思います。もう最初のシーンでね、どういうっていうふうに思うんですけどね、おばあちゃんが、老婆が口紅を塗ります。そして立花警部を出刃包丁で刺すんですね。オーマイガー、なんてこと。でこの刺されているシーンはすごいんですよ。見てください。冒頭からね、私も見てて力が入りました。もうとにかくおばあちゃんなので体ごとぶつかっていくような感じで刺すんですよね。でもうね、見てて痛すぎる、うん、痛すぎるし、その両者の刺されてる方と刺す方の両者の危機迫る表情、空気、見物です。なぜなんだ。そうだよね、こんなおばあちゃんにさ、刺される覚えがない立花警部で、口紅を塗ってたって証言するんだけど、立花警部が、死ぬ気の死に化粧ではないか。なるほど、おしゃれじゃなかったんですね、うん。そしてちぎられた写真を発見し、浮かび上がるのがサリーという名のコールガール。でサリーのマンションにいたのがカニエさんと、サリーの死体、いつだってカニエさんは悪役、まあ、カニエさんがねサリーを殺しちゃったんだけども、立花警部の件は知らないわけです。で立花警部、病院を抜け出してカニエさんの留置場に乗り込んで、いやここで将来の立花警部 VS 望月源氏が見られるとは思いませんでした、感激って書いてある。ばあさんと孫のサリー、
が食事しているレストランのシーンが出てくるんですけど、背景がね動いてんのゆっくり。何あれ、回るレス空中レストランみたいな、あったのそんなの。知ってる人教えて。はい、本当動いてんのずーって。だから、え、何これと思って、私何めまいと思いましたけどね一瞬で。このばあさんが立花警部に復讐したいことは分かったんだけど、なぜなのかが見どころなんですよね。結局死んでしまった、まあ、半分殺された息子の復讐なんだよね。うん。で、記憶をたどってその恨まれるエピソードを思い出してほしい立花警部。それで二度再度このおばあさん立花警部殺しに病室に入ってくるのよ。その時のこのヤマトンチューって叫ぶんだけど、この沖縄言葉で15年前を思い出す立花警部というところでございます。まあ、この結局そこで自分が恨まれているというあの事情というか、それを知るんですけれどもね。でもね、別に恨まれる筋合いがないんですよ、普通に見てて。要は逮捕したのが立花警部だから、息子をね、それが悪いで恨んでる。あまりにもその恨みの理由が理不尽。まあそこら辺は見てください。警察官がそこまで責任を感じることがありますかって田口刑事が言うんだけど、その通りだと思うわ私も。うん、警察官の仕事をしただけなんですよね立花警部は。ただそれまでのこの親子、その家庭の事情を考えた立花警部はおとりになることを決意します。この真剣ばあさんと差しの勝負になるんですけれど、思った通りにばあじゃない、ごめんなさい、思った通りおばあさんが3度目の襲来。はい、結局ね、このおばあさん何があってもね、あの立花警部が悪いになっちゃうんですよ。で、あの結局ね、立花警部を刺すこともできず、自分がね、あの自殺することもできず、超悔しがるこのおばあさんの姿。久しぶりに激しいパワフルな年寄りを見たわって書いてあります。このおばあさんを演じました水戸部寿恵さんでいいのかな、水戸部寿恵さん素晴らしいです。うん。でも確かに警察官って、まあ、逮捕するじゃない、警察官の普通の仕事として。その逮捕された方は、まあ、根軸症とか思うんでしょうけど、それで恨まれたらもう体がいくつあっても足りないよね。ほんと警察官もほんとご苦労さん、お疲れ様です。日頃ね、大変なお仕事だと思いますよ。うん。頑張ってください。全国の警察官の皆さん、応援しております。私、自分が警察官になれなかったので、応援してますよ。はい。せっかくなので、他のお話もって熱くなって。真ん中のお話、233話、金髪女性連続殺人事件。これはね、色の赤。赤っていうのがポイントです。見てください。すごくね、ドラマをね、盛り立ててるというか、ドラマのポイントポイントで赤い色というのが入ってきます。被害者の服とか靴、あと津川警部補のドレス、そして屋上のネオン看板が赤いんですけどね、いい感じですよ、見てくださいね。はい。ブティック勤めのお姉さん、ユミ。針金でね、殺されちゃうんですよ、絞殺されちゃうの、泥棒にね。うん。で、この被害者の日記に出てくる N というイニシャルの男を探せと警察がたどり着いたのが中谷刑事って、すごくないですか。だって被害者由美と知り合いだったっていうのもあるんだけど、連続強盗殺人の犯人と手口が酷似してるって、そしたらじゃあもう中谷さんじゃないじゃん、絶対に。どういうことなのよ。うん。で、あの殺された由美ちゃんはね、中谷刑事に恋をしていた。そのことを手紙で母に伝えていたのね。で、由美ちゃんのその亡骸を前にその手紙を読むシーンがあるんですけど、それはちょっと泣きそうになりました。中谷刑事に恋していた女性、そのまま敵討ちにね、中谷刑事が捜査をしていくわけですけれども、4年前に片岡という超凶悪な男が殺人で捕まったんだけど、16歳未満の少年だったことで、すでに出所している。だから今20歳という設定なんですよ、この片岡という男が。ところがところが、どう見てもおっさんじゃんか、年齢無理あるよって私書いてあって、ごめんなさい。演じてる俳優さん、堀レーモンさん、失礼しました。4年後の今20歳そこそこという設定で、さらに笑えるって書いてある、ごめんなさい。
どう見ても30過ぎてますものね。20歳の設定が無理だった。はい、長屋健司の方が若く見えちゃう、私の目がおかしいかしらって書いてある。で結局ね、この片岡が絶対犯人だってことで、もう長屋刑事目の色を変えて捜査するわけですよ。で、あの面通しとかもやるんだけど、結局もう片岡が犯人だって言い切れない状況になっちゃうんですよね。もしかしてあの街灯の占い師、手相占いの男が怪しいんじゃない。確かに殺された由美ちゃん、あの見てたよ、見てもらってたよね手相とか思ってさ。結局そうなんだけどね。ごめんなさい、もうネタバレ的なところにもなっちゃうんだけどさ。でその占い師に針金で首を絞められながら、エレベーターの中でね、首を絞められながら津川警部補頑張る。で屋上までもつれ合いながら、でもまだ絞め続ける男、そして赤い大型ネオン看板をバックにまだまだ首を絞め続けられる津川警部補、印象的なシーンになっておりますので、皆さん見て楽しんでいただければと思います。はい、で最後のお話、女たちの拳銃泥棒。これのねポイントは男気って書いてありますね。津川警部補がバスの中で拳銃をすられます。そしてみんな G メンには報告しないんだよね。怒られるのに、ね、案の定津川警部補も通報しないで自分で探そうって努力するんだよ。で津川警部補を演じております夏木マリさんが歌うウィングが流れるんだけど、私もカバーしてますのでよろしかったら聴いてください。はい、でここでスリの元スリ今もスリの彼女とその彼氏というカップルが出てくるんだけどもね、うん、その2人の出会いとか恋模様も物語のベースに流れております。結局彼女はあの津川警部補の拳銃を擦ったっていう事実を最終的に認めるんだけど、あのそれを聞いた彼氏、これは逗子義孝さんかな、が演じているパフォーマーなんですよ、うん、顔白塗りでね、あのシルクハットであれやってるの、パントマイム、すごくね微笑ましい2人だけあって、どう進むんだろうなと思うんですよね。あの逆にこれだけ微笑ましい2人の状況だとバッドエンド間違いないよねって、これまでの G メンを見ていて思う私でございます。で結局そうなのよね。ただその自分の彼女がやっぱりスリだったってことで、あの愕然とするんだけど、刑務所出てくるまで待ってるからなって、なんていい人なのかしら逗子さんって書いてある。もうどんどん怖くなるバッドエンドって書いてありますね。本当にね、このあのファン、あのパフォーマーのあの男性、逗子さんがね、演じるパフォーマー、男気が、あのいい物語になっております。うん。それで、ね、結局拳銃が盗まれたことを報告しなかったことで立花警部に怒られるんですけどもね、これまでと違うの、散々怒られたじゃないですか早見刑事だって。だけどね、その結局自分の拳銃が強盗に使われちゃうわけじゃない。でそれを知ってショックを受ける津川警部補に向かって、力がつくよと言い、ホットミルクを作ってあげる立花警部。美人には弱いのかって書いてある。私早見刑事だって美人だったんですよ。どういうことかしら、そんなとこに目が行く私でございます。はい、そんなこんなでね、うん、これもとてもいい物語でしたけど、結局ね、撃たれちゃうんだ、ケンちゃんが、パフォーマーケンちゃんが撃たれて死んじゃうの。やっぱりまだ死んでないから早く救急車呼んで、泣きのみほりんでございました。はい、でこれね、この物語エンドロールがウィングが流れるんですね。でそのエンドロールのは逗子さんのパントマイム、逗子さん演じるケンちゃんの白塗りパントマイムと歩く津川警部補の姿で、よかったです。でも一番には選ばなくてごめんなさいなんだけれども、はい、 DVD78話、タイトルもいいよね。最初のお話232話、幽霊殺人で決まっております。 DVD79号、最初のお話235話、光ってない大丈夫、師走のトリック殺人、真ん中236話、国会議員宿舎の連続強
強盗事件。最後237話、カーアクション強盗団。この3つでございます。はい、この中で私が選びましたのは最後のお話。このガイドブックの表紙にもね、絵がありますけれども、237話カーアクション強盗団でございます。これね、すごくね、面白かったです。うん、ポイント、ドライブテクニックの一言ですって書いてある銀行強盗を追うんですよ。で、銀行強盗がね、紺色のバラクーダという車で逃げてる。バラクーダ、私聞いたこともないんですけど、外車、ちょっとあの幅広いよね、大きめの、あのいかにもガソリン食いそうなあの車でしたけど、行動をロケでカーアクションしちゃってんので、狭い道とかもあってさ、見てて本当にヒヤヒヤするんですけど、また久しぶりにね、ヒヤヒヤしてみましたよ。なんでこのなかなかのドライブテクニックの強盗さんは古尾谷雅俊さん。トラックに突っ込んで止まったバラクーダだけど、中の犯人たちは車を捨てて走り逃げ。いや、あのぶつかり方で走れるなんてすごいわと思いながら見てましたけど、よほど鍛えていらっしゃるって書いてあるわ。私でも一人はね、大怪我でやっぱりフラフラでトラックにはねられて死んじゃって、3人組だよね確か。だから古尾谷さんともう一人逃げてるんだ。で、犯人たちは船で沖縄に逃げるらしい。春に不当に急ぐ G メンメンメン。車だ船だ、乗り物尽くしなのね今回と思って見てました。ダイヤモンド沖縄号っていう大きいフェリーなんだけど、そこで一人逮捕。でも釈放して泳がせる。またカーチェイス。今回はなんか運転技術を競い合う回なのって書いてありますね。結局ね、これあの父の恨みを晴らす姉と弟という物語なんだけど、それにお金が絡んできての銀行強盗。その父の恨み晴らしますのこまごまは見てくださいって書いてあります。うん、まあ親父さんのね、治療費、親父さんのこれからの人生のためのお金が欲しいから銀行強盗なんだけど、いいんですか汚いお金でもって感じですよね。うん、この姉を演じたハン・ブンジャクさんのこの淡々さがさ、すっごくいいなと思っていつも見ております。ハン・ブンジャクさんってもうクールじゃない、ポーカーフェイスだし、あんまりその感情を表に出さない女優さんってイメージあるんですけど、今回もすごくね、淡々さがいいです。父を連れて外国へ逃げようとしたのに、その父親父さんの容態急変で五輪中、何だったんだって感じですよね。うん、弟はそれでも俺は逃げるって逃げるんだよね。古尾谷さん演じる弟は逃げる、姉はもう逃げられないと観念するんですよ。あ、バッドエンドだなと思って見ましたけれども、この観念するんだけどもね、その時にもう、あ、もう残念でもなく、淡々と冷静に観念する半分弱さんがいい。もうそこでさ、いくらでもさ、その何、こっちの 見る方がいくらでもその彼女のここの中をね、想像できるわけじゃないですか。淡々すぎるから、これでギャーッと泣くとか、すごい感情豊かだと、もうそういうあれなのね、で終わっちゃうんだけど、どれぐらい悔しいんだろうなとか、そういうのが、ね、想像できますから、あ、冷静さとか淡々さっていいんだなって思いました。身につけたいよ私そうね、私淡々っていう多分イメージないと思うんですよ皆さんもガチャガチャ感満載ですいませんねはい、でもね、カーチェイスが見物の回なんです。とにかくね、シーンでね、泥がフロントグラスにバーッとかぶって前が見えないってハンドル操作を誤るシーンがあるんですけど、で炎上しちゃうのよ車が。もうちょっとさ、いくらなんでもワイパーつけてって書いてワイパーつければぶつからなかったのにって思ったんですけど、下手くそーなと思っちゃってして、はい、とにかくね、古尾谷さんが機器として運転している様子が良かったですよ。これ撮影もご本人が、まあ、運転しているシーンもあるでしょうけど、全部あのテクニックも含めご本人だったんでしょうか。運転お好きなのかななんて勝手に思っちゃいましたけど、楽しめました純粋にという回でございます。
敵討ち的な話はさておいてね、車でしょ、バイクでしょ、船に飛行機、乗り物オンパレードな回でございました。もちろん本当ドライブテクもね堪能させていただきました。昔はね、男の人は若い、男子はもう車、そういう時代でしたものね。私も車大好きなのでね、この回はとても面白かったです。はい、せっかくなので他のお話も。一番最初の235は師走のトリック殺人。これはね、あの15年前の遺留指紋っていう回があったと思うんですけど、そのほぼほぼリメイク版でございます。要はその逮捕した時間がもう時効が過ぎた3分後だった、さあどうするのっていうところなんですよね。うん、やっぱりその心情を考えると、たった3分なんとかごまかせないかと思った田口刑事、まあその要は偽造したわけよね、逮捕した時間をね。で、立花警部が田口刑事を責めるわけですよ。そうするとね、田口刑事たった3分くらいなんだって言っちゃうんです。俺はね、その影山のために3分に目をつむったんです。いや、ダメでよそれは、うん、それはダメ。やっぱり心情はわかるけど、うん、で、あの立花警部とね、黒木警視正に叱られて、他の G 面面々も呆れた顔をしております。田口刑事に対し、気持ちはわかりますよ。確かにどの刑事ドラマとかサスペンスでも、その時効、もう今時効ないですけど、まあ、時効の1分後でもどうなんだなんて話はね、やっぱりネタとしては出てきますもんね、うん、これはね、リメイクなんだなっていうところで、まあ、楽しめました。15年前の遺留指紋ね、なんか選ばれましたよね、私のこの、シリーズ番外編の中でね。なのでこれも良かったと思います。はい、最後じゃない、ごめんなさい、真ん中のお話、236は国会議員宿舎の連続強盗事件。これのポイント、国会議員様と持ち台。なんだよ持ち台。これもね、最近よく音楽がかかるんだけど、その時に流行ってた歌謡曲がバックに流れることが多いなぁなんて思いましたけど、この回ではね、クリスタルキングの大都会、いいですよね、あのハイトーンボイス最高で、あの議員宿舎での強盗事件ってことなんだけれどもね、まあ、それを防げなかったその巡査が責められちゃうっていう回でもあるんですけれども、あのとにかくね、ちょっとね、私も本当にあのムカッパラ立っちゃったの、この議員とか議員の息子、あと何なの持ち代500万って、まあ、いわゆる何、冬のボーナスでいいんですか議員さんたち、何500万50万ももらえないの、何500万おかしいわよと思いながら見ておりました。で、あの強盗がね、その持ち代目当てで入ってくるんだけれども、警察官に変装している、うん、警備していた日高巡査が本当にとても責められてしまって、上司に仕事に命をかけろって言われちゃうの。なんで仕事に命かけないといけないのよねって書いてあります。私、生きるために仕事をするんですよね、仕事のために生きてるんじゃないです、私は命をかけております仕事に、とかそういう考え方はね、あのやめましょう、身を滅ぼします。食べるための手段ですよね、生きるための手段が仕事です。だから自分の命と引き換えちゃいけません、仕事、うん、はい。で、結局この冒頭の黒幕が議員の息子だったで、あの終わるんだけども、とにかくね、偉そうなんですよ、ここに出てくる議員、国会議員もその息子も俺様なんだよね。今ももしかしてそんな感じなんじゃないの、実は思うことない、うん、で、この日高巡査の上司たちもひどい人たちで、詳しくは見てください。 でもね、最後のブチギレのよ、この日高巡査、俺は番犬じゃない、いつまでもこいつらに尻尾を振っていると思ったら大間違いだ、マジギレブチギレ。でも最後には落ち着いて、南雲警視お騒がせいたしましたと、拳銃を自分のこめかみに、やめてと思ったところに恋人登場で、最悪のバッドエンドは回避したけれど、ある意味バッド。なんで先に日高巡査に手錠がかけられるのか納得できないわ私って、怒りのコメントですね。私ね、
あのバカ議員親子をなんとかしろって書いてあります。本当よ、なんで先に日高潤さんなの、後にしよう、一番悪いやつに先に手錠かけろですよね、かな、全部言いましたなんかだんだんさ、まあいいや、はい、全部話したよね、私時々抜けてんの、私ごめんなさいね、はい、DVD79 号ではどれだっけ、だってやだもん、あれ最後のお話237話カーアクション強盗団に決めてます、はい、今回の最後のお話ですね、 DVD80 最初238話ジングルベルに呼ばれた幽霊、ほんとセンスいいなと思うんですよ、ね、クリスマスにどうのこうのじゃなくて、ジングルベルに呼ばれた幽霊ですよ、いつも思います、もうタイトルのセンスにあっぱれ、もうここでこの時点で、あ、年末に放送されたんだなと思いますけれどもね、はい、真ん中239話親を撃ち殺す子供たち、怖え、最後240話1980年新春おせち料理毒殺事件、1980年の新春、私いくつなんだろう、はいはい、この DVD80 で私が選びましたのは真ん中のお話239話、怖いタイトルですね、親を撃ち殺す子供たちに決めております。どんなお話だったのかポイント、毒父毒女、久しぶりですね、毒シリーズ、毒親が出てくる回ってそれなりにいいです、まあ私前も言ったかもしれないけど、うん、毒が出てくる時はね本当にね、あのお話面白い、はい、はい、どんなお話なのか、恐ろしいタイトルですけれど、親殺しのニュースっていうのは今の時代にもありますよね、うん、暴力団関東連合の事務所にライフルを持った大きい青年が乗り込み、妹を返せ、そして屋上に立てこもり大騒ぎになりました。なんとこの大きい青年と立花警部は知り合い、なぜか立花警部がジョギング中に怪我をした鳩を拾ったのが縁、大きい青年が鳩好きなのよね、それで鳩の怪我を治したってところですかね。でその大木青年の妹ともその時に会っている、今回は妹をどこにやった返せってことですから、まあ、どこかに連れて行かれちゃったのかなと想像しますね。でこの兄弟にはろくでなしの父親がいて、刑務所に行ってたんだけど出所してきたということになっております。でもね、前向きなね兄弟だったわけなんだけど、なんか妹の行方が気になるけども、あの触りの10分で、始まりの10分でも私これバッドエンド間違いないよねって思うのは、まあ、ライフルを持って関東連合、要は暴力団の男一人を人質に立てこもっちゃってるっていうところで、あ、もうちょっとバッドエンドが想像できる。あとこういう状況だと絶対スナイパーが、ね、出るじゃないですか。ちょっと思いつつ、きっと G メンだから大どんでん返しがあるんだろうなと思いました。はい、まあ結局出所した毒父が兄弟のお金で博打を打ったり、兄弟のお金を毒女に持ってって貢いだり、もうダメダメ男なんですよ。いろんな親子のエピソード、この父とね兄弟とのエピソードがあるんだけど、本当その珍しくね、その家族関係の中に踏み込んじゃう感じの立花警部なんですね。とにかく金と女にだらしない、働かない毒父、立花にさ、泣きながら嘘泣きしながら言う言葉が聞いててムカつきますよね。嘘800ばっかりだから。挙句の果てに博打でカモにされて、その博打の借金の方に娘を売った。もう何時代の話よ、マジで。このろくでなし野郎って書いてある。で、立花警部が息子に撃たれて死んでしまえって言うんだよね。怒りの鉄拳。この親父さん、毒父を演じた俳優さんの名前を確認してないですけれども、なかなか弱々しく見えるけど騙されちゃいけません。毒父ですから。うん。ね、なんかすごくさ、弱々しそうに見えるんだけど、毒父よ。
だからこの俳優さんにももちろんあっぱれです。名前ごめんなさい。はい。で、あの、久々のね、毒女も出てくる飲み屋の、飲み屋のママなんだけどさ、もう見るからに毒女ですよね。うん、で、狙撃隊がもう配備されてしまった。スナイパーに撃たれるか、人質にした暴力団に殺されるか、二つに一つの死に方になっていく大木青年。鳩小屋に戻ってきた鳩のために銃を捨てろって。鳩のためじゃ弱いだろ。で、妹の無事を確認して保護したGメン。それを伝えるんですよね。離れた、ビルから離れた、そのね、あの、立てこもってる屋上の大木青年に言うんだけどさ、もうそこでホッとするのよね、大木青年が。そのホッとした青年の隙をついた暴力団のとこ、ほらほら。ほらほら。青年を襲います。で、青年はそのまま弾みでっていうか、もう襲われたからもちろん発砲するわよね。で、このあたりはでも悲しすぎるので見てください。うん。で、その発砲したのがね、やっぱり近隣住民にね、一発流れ弾当たっちゃうんですよ。だからもう予想通りのバッドエンドとなりまして、涙って私書いてございます。まあ、救いはもう妹ちゃんがね、あの、その毒女がさ、どっかの温泉街のさ、何、ストリップに売り飛ばしたって書いてあるんだけど、本当にいつの時代の話だよ、マジに。毒親に苦しむ子供たちはたくさん世の中にいるんだろうなぁなんて思ってみまし、ね、見てましたけれども、あの、ちょっとね、この大木青年の表情に、表情とかその、なんだろう、発砲してるも姿にちょっと注目して見ててもらいたいんですけど、最後の方のね。あの、最後はもうね、どうでもいいっていう感じで、警察官に発砲したんじゃないかなっていう大木青年の、表情と気持ちとその動作ですね。それがもうこうなっちゃったらもう俺はっていう、何とも言えない切なくて悲しかったですこれね、だけどまあこの中では一番その見応えのところとか考えさせられる、なんだよこいつってちょっとムカッパラが立っちゃうとかね、立花警部も悔しかったと思いますよ今回はね、大木青年死んでしまいました。妹ちゃんがね無事に戻ってきたのがせめてもの唯一の救い、毒親父もう二度と出てくんなよって感じですね。はい。ね、せっかくなので他のお話も、というところになります。はい、最初のお話、238話、ジングルベルに呼ばれた幽霊。これね、ポイント。弁護士対 G メン。まあ、今回弁護士対女 G メンかな。まあ、ありましたね、過去にもね。で、神様は知っている。ここポイントですね。神様は知っているというのはすごく大きなポイントになります、最後。で、結局津川警部補に会いたいと電話をかけてきた看護師の節子が殺されたところから始まりますけれども、その容疑者が弁護士の望月です。その弁護士とどういうね、つながりなのかとか、誰の弁護士なのかも見てください。この取調べ室で、この望月弁護士と津川警部補のやり取りが見物の回でございます。思い出しますよね、その取調べ室での弁護士とのやり取りといえば土曜21時のトリックで、今回も21時に殺されているのでね、そこはあのなんかつながりをわざとあれしたのかなと思いますけれども、リメイクなのかなと思ったら、まあ、完全リメイクではなかったですけれどもね、この弁護士がねまたね疲れましたなとか取り調べ中にね体操しちゃったりするんですよ。まあ面白いんです。すごくねあの笑顔がずっと弁護士がで、靴をね調べるんだけど、弁護士のあんたたちが脱がせたんだから履かせなさいよって怒るのよね、弁護士が。で、津川警部が靴を履かせて差し上げる。だいぶお疲れですな、今日の取り調べはこの辺にしておきますか。で、憎たらしいのよこの弁護士さんがね。で、いいのいいの、名演、悪役はこうでないとっていうところです。で、最後はね、その神様が知っているというところは見てください。これもあんまりね、ネタバレばっかり話しちゃうとあれだから、神様が知っているというところがポイントだよというところで、この238話、ジングルベルに呼ばれた幽霊というのを見てください。ああ、なるほどな、と思います。この弁護士を演じた田中昭夫さん。
この方ほら時代劇の悪代官のイメージがありますよね、うん、なかなかの憎ったらし加減が良かったです。はい、この回ではね、思い出酒、小林幸子さんの流行りましたね、大ヒットしました。思い出酒が流れておりました。私もよく歌ってましたね、この歌は。はい。で、最後のお話ですかね、もう一つね。240話。はい。これは、1980年新春おせち料理毒殺事件。面白かったですよ、これも。うん、リレーしていくのよね。リレーが面白い。ポイント、毒味係。はい、新春 G メンパーティー。新春のパーティー。で、みんないろいろ明けましておめでとうございますっていろいろ持ってくるんだけどさ、樽酒を持ってきた立花警部、お花を持ってきた津川警部補、金魚鉢、もちろん金魚入り。持ってきた中谷刑事、猫を持ってきた島谷刑事、ハムスターを持ってきたのは田口刑事。まあ、この動物を持ってきた人たちがいるからこそみんな死なないで済んだというお話になります。毒を盛られるというお話ですね、Gメンたちが。で、その毒を盛られていることに気づくのがこの動物たちだったりするわけですね。結局、ごちそうは何も食べれず、一日お腹をペコペコに空かせちゃうGメンたちでございました。で、一番ドキッとしたシーンが、生産入りのチーズケーキを顔面に食らってしまった島谷刑事が悲惨。周りにいた地面たちが、息をするなっつって、洗い流すんですけど、皮膚からも吸収されちゃうんじゃなかった。まあ、とにかく助かってよかったわよ。息してもしなくても多分、量が多ければもうほんとその場で死んじゃうのかなと思いますけどね。あとね、黒木警視正と立花警部が一緒に薬局で胃薬を飲むシーンがなかなか笑えます。新春のね、第1回目、まあ、なかなかこういう面白い作品を持ってくる G メンですけれども、とぶ、うん、本当に面白かったですよ。最後はね、スナック柿の木で新年会のやり直しができるということで終わっております。なかなか本当に楽しめる、純粋に楽しめる回ではありました。はい、今回の最後の DVD80 号では真ん中のお話第239話、親を撃ち殺す子供たちでございます。はい、皆さんが見てくださるおかげで私もこのシリーズ番外編を続けようという気持ちになっております。もう23まで来ましたのでね、これからもっともっと面白いお話が出てくる G メン75でございますので、皆さんどうぞどうぞこれからもよろしくお願いをいたします。ニホリンでした。またねー。